皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株雑貨保険もよろしくお願いします。今日は3月の15日金曜日で相お題がこちら。中小型。 ドカットと,ということで、こちらはグロース250指数のチャートなんですけども、できれば割ってほしくなかったなーっていう前回高値725ポイントを大きく割り込んでしまったんですね。まあどうしてかなーっていったところでちょっと主力どころ、エニーカラーマクビープラネットの決算の反応とかが僕は個人的には気になったんですけども、全体的にちょっとチェックをさせていただきたいなと思います。個別銘柄他には東京エレクトロン、三菱商事、そして墨ミホールディングスのチャートもちょっとびっくりするぐらいのチャートなんですけども、一緒に確認をとっていきましょう。ということでこのチャンネルでは、 終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れております。必ず毎営業日やっておりますので、ぜひ、ほぼ日、日本株速報チャンネル、チャンネル登録をお待ちしております。 それでは早速今日の振り返りを見ていきましょう。はい、えー。今日の3指数なんですが、結果だけを見るならば高安、まちまちという形になっております。日経金株価で見ても値上がり銘柄数が多くって、ただ半導体株が下がってしまったので指数としてはマイナスだけども小幅安でどまった。値上がり銘柄数が多いのでトピクスはプラスで推移できたといった形でしょうか。ただそんな中でもグロース250指数が2.26%下落してしまっていて、えー、今日はどちらかというとバリュー株中心に上げていたんじゃないかなというふうには思います。 ていたのは勝者三菱商事が気になったのでチャートをチェックしていきたいと思います一方下落で目立っているのが東京エレクトロン半導体の中でも4.86%下落率も大きいのでこの2銘柄はチャートをチェックさせていただきたいなと思います業種別ランキングを見ていくと金編の工業が3.49%で上昇トップなんですね非常に強いなというふうに思います先ほどバリュー株と言いましたが海運とか銀行は売られちゃってるんですよねこの辺がちょっと難しいところだしあとは今日銀の緩和修正期待懸念、えー、その辺が期待 よイ売買代金ランキング見ていきましょうトップのレーザーテックこちらも4%を超える下落なんですねチャート的にもちょっとまずいかなといっ,ったところなんですが今日はひとまず東京エレクトロンを見ていきましょうそして昨日に引き続き東京電力大幅高をしている三菱 UFJ はやっぱり下がっているということですね他の半導体株も下落しているし海運株もねバリュー株なんだけども下がってしまっている三井 E&S もバイ,バイ 売買代金も減ってかつ下落が続いているような状態でございますこちらがグロースの売買代金ランキングですけどもマークビープラネットが20%を超える下落になっております何があったのか決算発表だったんですけども見ていきたいと思いますそしてカバーと同業種であるエニーカラーが決算発表してきて大幅安になっていますのでこちらも要因を確認していきましょうそれでは個別銘柄を見ていきますまずは東京エレクトロンなんですがこちらはニュースとしましてはもちろん昨日のアメリカ株の中でエヌビディアが下が が AMD が下がりました SOX 指数が下がりました日本株どうでしたかはい東京エレクトロもスクリーンもアドバンテストもディスコも下がりましたよっていうそんなニュースが出ておりましたで東京エレクトロの冷やしチャート見るとこんな形になっておりましてできれば見たくなかった25日線割れっていうのが起こっていますよねまた高値が3月4日につけた3万9990円ということで4万円にねわずかに届かないもう1回チャレンジしたけども届かないダブルトップっぽいような動きのまま安値高値超えずに安値 割れるるとといいいうちょっっっ下落トレンドっぽい動きにもなっているんですねここで週末挟んで来週日銀会合で何が出てくるんだろうというところではちょっと心配なチャートになってきたかなと思います信用倍率も今2.33倍ということになっていますのでもしかしたら信用改ざんも結構積み上がってる可能性もありますからそこも注意をして見ていきましょう2社目 三菱商事見ていきたいと思うんですが株価は3.54%の上昇です他の商社株に関しましても全てプラスなんですが三菱商事が一番上げてる感じになっておりますそして冷やしチャート見ていただくと高根県までね近づいてきたっていう形ですザラバ高根は3月8日の3351円なので、まあ、そこに数字が入ってないってことは今日は超えなかったっていうことなんですよね、まあ、でも非常に強いですよね25日線がちょうど押し目になっているということになりますので、まあ、来週高根を超えてくるのかどうかっていうところだと思います また、まあ、日銀介護にとってはそんなに意識はされないかもしれないけどやっぱり、まあえー、海外投資家特にバークシャーハサウェイですよね、まあ、があとどれぐらい買ってくるかっていうのがポイントになってくるのかなというふうには見ております続いてエニーカラーチェックしていきたいと思うんですけども今回決算発表を行って株価は21.94%の下落となっております、えー、ニュースを見てみますとエニーカラーがストップ安ってストップ安をつけてた時間帯もあったということだったんですが11から1月期の大幅減益をネガティブ C ということだったんですよね こちらも、まあ、大幅減益みたいな21%減益と書いてあるんですけどもパッて見た時にはですねあそんなに悪くないじゃんって最初は思ったんですけどもね、えー、第3四半期の累計決算で売上高19.9%増経常益も19.5%増なんですが何が悪いのかっていうと3ヶ月だけ切り取った時には前年同期で経常益21.3%減だったここを嫌気したっていうふうに書いてありますがまだとしてもこんなに売られちゃいますかねみたいなところはありますよね。 チャート見ていきます。はい。エニーカラーがですね、グロース市場に影響を与えたかって言われたら、これプライムの銘柄なので、直接的な影響はないんですけども、ただ印象的に例えばカバーが下がってしまった、まあ、その印象を持ってきたみたいなところもありますし、こういう銘柄がこの決算でこう反応するっていうのは、なんか他の銘柄の思惑を呼ぶなっていう、そんな感じはありますよね。エニーカラーの冷やしチャート見ると、6ヶ月間揉み合った後で下に下がってしまったので、まあ、間違いなく加工トレンドになったなっていう、そういうチャートにはなりましたね。ちょっと今後の、え、 他ののグロース関連の銘柄決算結構出てくるんですけども心配なな動きだなといいう,うに思いました続いて、墨石ホールディングス確認していきたいと思います。今日は金編の工業。これね、行政業種で見ると金編の工業っていうね、石油石炭、インペックスとかがすごい4%とか上がっていたので、業種別でランキングで見ると1位なんですけど、ただこの単体で見ると18.4%ということで、もう売りが止まらなくなっちゃってるっていうところですね。まあ、ここ最近何度か確認してますが、まあ、こんなところまで下がっちゃったよっていう、そんな確認 でございます、まあ、やっぱりちょっと行き過ぎてたんですね。はしご外されたらこんな感じになっちゃったんですねっていうところで、こういう銘柄今多いですよね。やっぱ気をつけたいなっていうふうに思いましたし、まあ、できれば乗りたいんですけどもね、まあ、乗っても頭と尻尾はくれてやるっていう相場格言がまあよく似合うなというふうには思いました。最後、マクビープラネットを確認していきましょう。こちらも決算発表なんですよね。大幅に4日ぶり反落、24年4月期営業利益予想を情報修正したけど材料で尽くし、それで need you パーセント安かというところがかなりねこれは意外性があったんじゃないかなと思います僕も報道番組いろいろ見ましたけどもマクビープラネットが下がってます理由ははっきりとはしませんみたいな材料出尽くしたと思うんですけどもよくわかりませんっていう、えー、そういう風に言ってる人が多いんじゃないですかっていう報道を見ました僕もそんな感じが思いましたねマクビープラネット自体を分析したこともありますけども、まあ、すごくまあいい会社いい会社というかまあ業績は持続性があるなという風には思いましたけどもねでそんなに大幅に崩れることもない じゃないかなんていうふうには勝手に思ってましたが今株価水準はこんな形になってますね。 そして寄り付きも、まあ、ギャップダウンで下がってはいるものの移動平均線の上とかそんなに大幅安になったわけではないところから、まあ、一時ストップ安をつけるところまで売られてしまった直近安値もそんなに意識されず1万6000円という大台も割り込んで終わってしまっているっていうのはななどうなっちゃってるんだっていうそんな感じはしますよね。まあ、これが今、売買代金1位でグロース市場の2%の一つの引き金を引いたとするならばちょっと心配だなというふうには思っています。 では指数の売買戦略を見ていきましょうはいまずは日経平均株価です日経平均株価マイナスの0.26%結局今週はですねほぼ小幅な値動きで転換線と基準線の間に収まったという形にはなりましたが下のマックリ一週間また確認しましたけどもデッドクロスが出てから一度もこのヒストグラムの色が変わらず2本の線は広がり続けたマックリの向きもずっと下向きのまんまだったといったところで一本大きな陽線を立ててプラスで推移できないと向きがあんまり変わりそうにないなというそんな印象はありますね トピック,クスに関しましては要線が続いて上昇が続いてそしてヒストグラムの色はなんとかね、えー、薄い色に変わったものの下向きが変わらないという感じですねちょうどまあ日経緯もトピックスも両方転換線基準線の間にいて次の方向性を日銀会合で決めるのかなっていうそんな感覚のあるチャートにはなってきていますねただその前にちょっと下にぶれてしまったのがグロース250指数ということになりましたこれは11月頃につけた 高値が725.27何度かトライしてから超えたのでこれは上昇トレンドだろうとしばらく上昇トレンドの動きも続いたんですけどもね、まあ、早く崩れてそしてえ高値超えずに安値割れるという東京エレクトロンと同じようなこの,この展開ですよね、A、があってマック D も下向きのままずっと鋭角に下がってきてゼロラインも割れるかもしれないというところまで来ています結構心配なチャートですよね まあこの辺のパターンとか見ても1回2回のダブルトップっぽいような、まあ1回2回3回の三尊天井のようなそんな感じにも見えますので、ちょっとまた725ポイントが逆に抵抗になってしまうのかどうか、そして雲まで 来たた時にどんなな反応すするのかチェックしておきたいいと思いますニューヨークダウン見ていきましょうニューヨークダウンに関しましては昨日はマイナスの0.35%でございました転換線の上基準線の上ではありますけども、うんまあ、高値圏はなんとか維持できているっていう感じですかねえー、サンドピークを役も見ておきましょうこちらはトレンドラインでキープされているっていう形です転換線の上ということなので、まあ、強い状態ではあるんですけどもやっぱ上値はだいぶ重たいなっていう印象をここ最近ずっと感じてますよねナスタックに関しましてもほぼ同様ですよね yeah トレンドラインでサポートを受けている、転換線は下回ってはいるが、マク D も下向きなんですけども、ただ、高い状態を維持できてはいるというところなので、まあ、割らずにサポートが効いて高値を更新できるかどうか確認していきたいなというふうに思います。ただ、昨日心配だったのがラッセル2000ですね、こちらが大幅に1.96%下落した結果、トレンドラインは割り込んでいますよね、これはやっぱり1個のサポートを割り込んでしまった、ブレイクしてしまったということにはなります。ただ基準線ははんとかキープでできているんですが下のマ バック D は明らかに下にカクッと折れている感じもしますので、まあ、こちらもちょっとね、グロス250指数同様に何か割ってほしくないところを割ってしまった感じなのかなというふうには思います。えー、今日、今夜の動向も、ね、しっかりと確認を取っていきましょう。はい、ということで今日は中小型ドカットと,ということで話をしていきましたが、まあ、やっぱり全体市場の注目としては、やっぱり来週の、ね、日銀の金融政策決定会合ということになると思います。アメリカの FOMC では6月や7月の利下げの確率っていうのが、 どんどん少なくなってきてるっていうところで昨日はね金利が上昇したりネガティブな部分があったんですけどもや一方で日本の方がどちらかといっと早く動き始めるかもしれないっていうなんか 結構、衆議院の政策に向けた動きがドタバタしてきた感じはするので、そこは来週ちょっと注意してね、しっかりと分析していきたいと思います。よろしくお願いします。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことも分析するマガジンですが、今日のお昼ぐらいにね、新しい記事を一本出しております。指揮法発売直前検証ということで、前回の指揮法を検証するやり方であるとか、検証した結果っていうのを記事にしております。月額900円、初月は無料。ノートのメンバーシップぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。また本日の23時59分まで、お金か から自由になるセミリタイア生活のリアルな1日六本松つたや書店の特別イベントになっております、えー、こちらぜひ足が運べる方は会場参加ご検討いただきたいなというふうには思いますし、えー、全国どこからでもオンラインの視聴も可能でございますオンラインだとちょっとだけお安くなりますのでよかったら、えー、こちらのセミナーの参加ご検討いただければ嬉しいですよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わってきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた来週以降もこのような形で夕方5時目標で更新をしていきます来週も聞いていただける方は ぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさようなら